餃子の高橋さんの工場は千葉市花見川区の第一町千葉北インター近くにあります。こちらが餃子の高橋さんのブランドの株式会社昭和本社工場です。今回は冷凍生餃子1日10万個製造する秘訣に迫りました。いよいよ工場内に入らせていただきます。なかなかお見せできない工場の中を今回特別に取材させていただきました。おいしいあん作りの秘訣は前回配信させていただいた餃子工場潜入で配信しております。冷凍生餃子、餃子を包むマシン登場。まずは動きに注目。この美しい餃子たちがスムーズな流れでどんどん流れていきます。その餃子の入り口、こちらがあんと皮を同時に流して包み込むマシンです。子供の頃のような気持ちに戻ってこの機械の動きを眺めていました。見ているだけでワクワクしてきます。工場長の大川です。よろしくお願いします。これまあ皮とあんこと同時に作って、こっちで皮を作りながら、これが生の表情。餃子の皮を作るマシン、すごい仕組みですね。次々作られていくこの餃子の動きに本当すごいと感じました。さらにここで素晴らしいと感じたのが人と機械との連携した餃子作りでした。素晴らしいこの連携の動き、これも美味しさの秘訣でもありました。冷凍生餃子、餃子を運ぶすごいマシン登場。1日10万個の餃子を作る上でもう一つ欠かせない機械がこちらの餃子を運び、そしてバットにきれいに乗せるマシンです。動きがすごいですね。自動で少しずつバットをずらし、そこに餃子を10個ずつ乗せていく、すごい流れ作業です。この動きにもしばらく見とれてしまいました。冷凍生餃子、検品は人の手、安心安全を届ける。この華麗な餃子のマシンの動きを見ているとさらに発見がありました。下の方に注目です。真ん中のお皿に一つ一つ餃子を乗せて適正量であるかをチェックしていたのです。さらにちゃんと包まれているのか、そこをチェック。とにかく安心安全に、そしてきれいにちゃんとした餃子が届くように、最後は人の手で連携をして餃子を仕上げていたのでした。冷凍生餃子、一晩かけて冷凍していきます。こちらの冷凍庫に
形ね。でこれで一晩凍らせます。ここでそうですか、はい、あ、いい、あ、世界の通りですよ。これを凍らせました。はい。で、その後、梱包が始まるってことなんですけど、今日はちょっとまだ梱包が始まっています。はい。大丈夫ですか、こんな感じで。はい。すごいぞ。あ、本当にすごいな。じゃあ、狭いですけど。かしこまりました。ありがとうございました。餃子の高橋さんの工場を見学させていただいて、なぜあふれる肉汁の美味しさを楽しめるのか、その秘訣が分かると同時に、1日10万個も製造するその作業の先には人と機械の融合という素晴らしい工程があることが分かり、改めて餃子の高橋さんの素晴らしさを感じました。ありがとうございました。飲食店経営塾塩ラボ、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またよろしくお願いいたします。